韓国大統領選挙のお話、楽しんでまいりましょう。特に疑惑の多い大統領候補ということで、どんな疑惑がどのように盛り上がってるか。ユン・ソギョル候補が逆転しましたね。日本にとっていろいろと都合がいいと、イージェミョンとイージェミョンに韓国大統領についてもらいたい、なんとか念力を送らないといけないという、日本と韓国どのような関係になっていくのか、稼いだお金で買収をしているという疑惑が。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで、今日も始まりました越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内です。1月29日郡山セミナー&座談会、30名様限定で行います。越境 3.0 世界のことをたっぷりお話しします。そして広島セミナー&コーヒー座談会、世界の環境問題最前線に迫る、事前申し込み制の30名様限定です。2022年2月の5日土曜日13時半スタートです。そして静岡セミナー&コーヒー座談会、一から学ぶ中東アラブ情勢、2022年2月19日土曜日13時スタート、事前申し込み制の30名様限定です。そして最後、群馬県の沼田セミナー、コーヒー座談会開催決定、サウジアラビアの女性市場と中東情勢、2022年3月の5日土曜日13時スタートです。こちらも事前予約制の20名様限定となっております。郡山、広島、静岡、沼田と4都市お伺いいたします。お近くの方ぜひ遊びにいらしてください。大好評のコーヒー座談会とセミナーとセットになっておりますので、皆さんと一緒にコーヒーを飲みながら世界のことを語り合いたいと思います。詳細と申し込みは説明欄のリンクの方からどうぞよろしくお願いします。ということで、本日のテーマは韓国大統領選挙のお話。3月の9日に行われます大統領選挙、投票日まで残すところ2ヶ月を切りました。あと2ヶ月間皆さん楽しんでまいりましょう。越境 3.0 チャンネルでは韓国大統領選挙についての詳しい情報を再生リストの方にまとめております。ぜひ皆さんこちらの方もご覧ください。ということで、これまで越境 3.0 チャンネルでは、韓国大統領選挙の中でも特に疑惑の多い大統領候補ということで、ユン・ソギョル候補とイ・ジェミョン候補、この2人の一騎打ち対決の中でも、この2人の疑惑というのが、まあたくさんのメディアに報道されてますので、まあ、そちらの方を詳しく解説してきました。どんな疑惑がどのように盛り上がってるかというのは、まあ過去の動画をご覧いただきたいんですけれども、今日はそういった疑惑が持ち上がる中で、今支持率がどのようになっているのか、韓国国民の大統領候補の支持率の途中経過をお届けしたいと思います。まずはこちらのニュース。韓国大統領選候補支持率、ユン氏 40.6%、 イ氏 36.7% ということで、ユン・ソギョル候補が逆転しましたね。年末年始にかけて、ユン・ソギョル候補の奥様の経歴詐称疑惑、そして奥様のお母様の給付金不正受給疑惑、そしてユン・ソギョル候補が所属する最大野党国民の力の内紛、まあ、そのような状況があって、年末年始にかけて選挙活動が思うように機能せずに、活動を一時停止していたんですよね。そのような状況があったもんだから、ユン・ソギョル候補というのは支持率をぐんぐん落として、イ・ジェミョン候補がぐんぐん支持率がのし上がっていったんですよ。越境 3.0 の視聴者の皆さんのコメントを見ていると、反日強硬派のイ・ジェミョン候補が韓国の大統領になった方が、日本にとっていろいろと都合がいいと。日本と韓国の断交に関しても白黒はっきりつくだろうということで、イ・ジェミョン候補を応援している人たちが圧倒的に越境 3.0 チャンネルの視聴者の中では多いんじゃないかなと思うんですね。これは木曜日の YouTube ライブをやった時にも皆さんチャットの方でそういったコメントをいただきました。ユン・ソギョルとイ・ジェミョン、どちらの方を応援してますかということで、イ・ジェミョンとイ・ジェミョン候補を応援されている方が越境 3.0 チャンネルの視聴者は多いというような印象ですよね。このままイ・ジェミョン候補がもう突っ走って3月9日の大統領選で勝利を勝ち取ってしまうのかななんて僕の中では想像していたんですけれども、それがイ・ジェミョン候補を今ひっくり返して、ユン・ソギョル候補が支持率第1位にのし上がってきたと。韓国の世論調査会社リアルメーターが発表した1月17日の最新の韓国大統領選支持率の世論調査によると、ユン・ソギョル候補が 40.6% で、そして続くイ・ジェミョン候補が 36.7% で、そして3番目に続くアン・チョルス候補が 12.9%ということで、相変わらずユン・ソギョルとイ・ジェミョンは一騎打ちの状態が続いていて、で、少し差をつけられて第3位にアン・チョルス候補というのが現在の韓国世論調査の大統領支持率の結果なんですね。イ・ジェミョン候補というのは現職のムン・ジェイン大統領と同じ与党、共に民主党の候補者なんですよ。それに対して支持率1位を走っているユン・ソギョル候補と第3位のアン・チョルス候補というのは野党。ユン・ソギョルが野党国民の力、アン・チョルスが野党国民の党ということで、2人とも野党の候補なんですね。で、今野党が結託して候補者を一本化しようかという、そういった話も出ています。ユン・ソギョル候補とアン・チョルス候補、これどちらか一本に絞ってイ・ジェミョンを倒そうと、与党共に民主党を倒そうということで、野党が結託して候補者を一本に絞る可能性が出てきています。
ユン・ソギョル、イ・ジェミョンともに法曹界出身で、ユン・ソギョル候補は元検察総長、元検察官で、検察出身なんですよね。恐ろしいと言われている韓国の検察。ちなみにユン・ソギョル候補は死神というニックネームがついていて、もうどこまでも追っかけ続けてくるということで、結構恐れられている人物。これまで何人もの韓国の政治家が疑惑を追い詰められて、まあ逮捕、収監という、まあそういったところまで追いかけ続けているのがユン・ソギョル候補なんですね。で、それに対して、イ・ジェミョン候補というのは、弁護士出身。こちらも法曹界出身なんですよ。元京畿道知事、元ソンナム市長で、スンナム市は京畿道ではものすごい実績を出してきた方なので、地元の支持基盤っていうのはものすごい強いんですね。先日も街頭演説をやっていた時に、イ・ジェミョン、イ・ジェミョンという、イ・ジェミョンコールがもう連呼されて、すっごい白熱した、もう盛り上がった街頭演説だったそうですよ。まあそういった地元の支持基盤もものすごい強固で、で、なおかつ、スンナム市と京畿道でこれまで実績を作ってきて、韓国の国内で一番住みやすい街、一番人気の街っていうことで、まあスンナム市や京畿道っていうのは評価されているんですよね。で、そういった実績も作ってきたということで、多くの疑惑を残しつつもイ・ジェミョン候補というのはものすごい人気を誇ってるわけです。まあそれが今ユン・ソギョルに差をつけられて、ちょっと第2位に今支持率をしているという状況です。で、そして第3位のアン・チョルス候補、こちらはインターネットセキュリティ会社アンラボの創業者で、1995年に創業して、まあ韓国最大のインターネットセキュリティ会社、アンチウイルスソフトとかファイアウォール、インターネットセキュリティ機器とか、そういったものを開発して販売している会社の会長であり、まあ創業者でもあるんですよね。で、彼は野党国民の党から出てきたということで、今第3位には甘んじてるんですけれども、その第3位のアン・チョルスと第1位のユン・ソギョルが、どちらかの方に候補されるかもしれないという。そうなってくると、イ・ジェミョン候補というのは圧倒的に不利になってきますよね。越境 3.0 チャンネルの視聴者にとっては、イ・ジェミョンに韓国大統領についてもらいたいという方が多いらしいので、ちょっとここは我々が、なんとか念力を送らないといけないという。日米韓安全保障条約に非常に否定的であるこの反日強硬派のイ・ジェミョンが大統領に就いた時に、日本と韓国どのような関係になっていくのかというのが、まあ我々一番大きく興味のあるところなんですけれども、まあ今のところイ・ジェミョンが勝つのかユン・ソギョルが勝つのか、これちょっとわからなくなってきましたね。どっちが韓国の大統領に就くのかというのは、このあと1ヶ月半の間にどのように情勢が変わっていくのか、どのような発言が彼らから出てくるのか、あるいは疑惑がどこまで掘り起こされていくのか。イ・ジェミョン候補なんかは息子が不法賭博、賭けポーカーで稼いだお金で売春をしているという疑惑が、まだそれが潔白明快になっていないですから、そのような状況で韓国大統領選3月の9日まで持つのかどうか、そのあたりも非常に注目、見どころだと思います。韓国大統領選挙、まだまだたくさんのニュースが出てくると思いますので、越境 3.0 チャンネルでは引き続き情報を配信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、Here we go! つながりたいあなた待ってます。